目309目309の模型目309は第二次世界大戦時にドイツで試作された単発タンザレシプロ戦闘機 BF-109 戦闘機の後継機として1940年に試作指示が出され1942年7月に初飛行した当時の単発戦闘機としては珍しく意欲的な前輪式降着装置を持ち 胴体に引き込み式の冷却機を備えた洗練されたスタイルであった。しかし、エンジンの加熱や機体の安定性不足など欠点が多く、是正作業に取り掛かったが、ME262 シュバルベ戦闘機の生産を優先させる方針もあって、4機の試作のみで開発中止となった。試作機の一部は ME262 開発のための初試験に転用された。BF109 は、 主脚の間隔が狭く離着陸時の安定性に難があった。そこで本機では主脚を主翼に取り付け、内側に引き込む形式として、主脚間隔を広くした。さらに後着装置を前輪式として、地上姿勢での前方視界を確保、後方視界についても、累的型キャノピーを採用し、キャノピー後端から尾翼にかけて、胴体をなだらかに低くして、視界を妨げないようにする。 目262にも共通するデザイン手法を取り入れた。これら BF-109 の弱点を改善した上で引き込み、式ラジエーター、油圧キャビンを備え、強力なエンジンを搭載することで、飛行性能の向上を図った。また重装備の機体を短距離で着陸させるため、プロペラは逆ピッチまで可変できるようになっていた。搭載するエンジンは DB、DB603 系。 d b 6 0 5系、ジュモ2 1 3系が検討された。特に DB603H 搭載型は、性能計算値で緊急出力時時速 860km 以上の高速を発揮することになっていた。試作1号機 V1 は DB605A-1 を搭載したとされる。機関砲の装備位置や後継は、諸説あるが、メッサーシミット社の提案では、以下の3タイプとなっている。 機種上面 13mmmg131 機関12プロペラ軸内砲モーターカノン 15mmmg151 機関砲1機種上面 13mmmg131 機関12プロペラ軸内砲 15mmmg151 機関砲1主翼付け根 13mmmg131 機関12 15mmmg151 機関砲2機種上面 13mmmg131 機関12、プロペラ軸内砲 15mmmg151、機関砲1、主翼付け根 250kg 爆弾日本機で新たに採用する技術は5機の BF109 回を改造して先行テストが行われた。各機の形式とテスト内容は以下の通り、 1942年6月初頭に完成した試作1号機目 309V1 の車内テストが開始されると次々と問題が発生する。まず地上滑走の際に前輪が激しい首振りを起こし、速度を上げると蛇行することが判明、この対策に1ヶ月以上を費やした。7月18日には初飛行を行うが、収納した前輪とラジエーターの位置関係が悪く、ラジエーターに 十分な量の空気が当たらなくなり、冷却水が加熱して、わずか7分間で緊急着陸を余儀なくされる。先行テスト時に、前輪式と副ブラジエーターを別の機体でテストを行ったことの、弊害であった。その後のテストでは、前輪の首振りは改善したが、機体の方向安定性そのものに問題があり、離陸滑走中に滑走路をはみ出したり、高速飛行中も、 直線飛行の維持が困難だったため、垂直尾翼の面積を拡大した。さらに、着陸速度を下げるためプロペーラを逆ピッチにしたところ、急激に速度を失い機種から滑走路に叩きつけられ、前輪を切損する事故を起こした。逆ピッチを使用しない場合、設置速度は時速 200km 近くにもなり、着陸操作は困難を極めた。試作2号機。 V2 に至っては初飛行時に着陸事故で全損している。1942年11月空軍によるテストが開始されるが1ヶ月も経たないうちに早くも絶望的な国標を受ける。11月末の報告書では火事の重さ、着陸の難しさから平均的技量のパイロットには取り扱いが困難なことが指摘され、より優秀な FW190D の実戦投入が近づく。 中で BF-109G より時速 50km ほど速いだけの目309の存在意義は薄いと結論付けられた。実際 BF-109G との模擬空戦では旋回性能で劣り高速で逃げるしかないありさまだった。1943年3月試作3号機 V3 が初飛行したが続く試作4号機 V4 の完成を待たずして同月中に計画中止となった。実際に生産された DB6032H という形式は存在せず、計画のみのエンジンと思われる。試作難号機の記録化は不明だが、実測値では時速 578km、武装については 30mm 砲をモーターカノンとしてプロペラ軸内に装着して、次の3タイプとしたとの説も有力である。 30mm MK103 機関砲1、13mm MG131 機関12の標準タイプ 30mm MK103 機関砲1、13mm MG131 機関14、20mm4 の重装備タイプ標準タイプに 250kg 爆弾2個をよくかに持つ、急降下爆撃機型が計画された。出展。 ドイツ軍容器の全貌1965年、竹縄当社官。ありがとうございます。